はい、皆さんこんにちは、アゲバニーです。今日はですね、スタジオに来てるんですけど、今日ね、犬の収録があったんですよ。これでね、ちょっと僕すごく気になるものがあったんで、ちょっとご紹介したいと思います。こういうの、赤ちゃん用でよく使うこう歯磨きみたいなやつ、こういうね、犬用の歯ブラシも今流行ってるみたいなんですね。で、このね、デンタルケア、犬もね、やっぱり歯石がたまるらしいんですよ。で、これね、歯石除去をしないと、だんだんこうね、歯槽膿漏とかになってくみたいなんですよね。これがね、犬にもやっぱりそういうことあるんですね。で、ただね、小さい時からこういう歯ブラシを少しずつ噛ませたり、舐ませたりっていうことをしていけば、多分大人になっても大丈夫なんですけど、子供のうちからやらないとね、これいきなり大人のね、整形にやろうと思ってもね、多分ね、かなり嫌がると思います。特に口の中をいじられるのは、犬はね、意外と嫌がるので、少しずつ少しずつね、慣らしていった方がいいと思います。あのね、飼い主さんがね、ちょっとこう犬をね、綺麗にしようと思って無理やりやると、それがもうね、常に嫌がる原因になっちゃうじゃないですか。ともう、やろうとした仕草だけで、うっって逃げたりとかね。もう噛みついたりとかするので、少しずつ、そんな時にですね、いい商品が今日あったんですね。これです。これね、なんか布製のもので、なんだろう、何、ガーゼタイプですね。これでね、指につけてちょっとこう口の中をこう舐めさせるようにやっていくとかなり効果的。あまり無理しちゃダメですよ。ちょっとずつちょっとずつやっていくのがいいみたいです。それとですね、これで慣れてくると、まあ歯磨きね、歯ブラシとかで慣れてくると、犬がね、意外と平気に歯ブラシさせてくれるんです。これをちょっとお見せしましょう。ではちょっとお願いしたいと思います。今日はですね、こちらのお犬様に手伝っていただいて、歯磨きを実際にご覧いただきたいと思います。ではお願いいたします。歯磨き、さあ歯磨きの時間ですよ、はい、ほらね、もうね、小さい時からって言うと、こうやってね、歯ブラシで磨いてもね、こう慣れてるんですよ。でね、これ専用の歯磨き粉みたいなのがあって、人間の用はね、絶対使っちゃダメですよ。研磨剤が入ってるのは、この歯のね、エナメル質をね、どんどん削っちゃうんですって。そうするとね、歯垢が溜まりやすくなるので、もうね、あの専用の、歯磨き粉を使うようにしてください。これで今この方がはめてる指サックにね、歯ブラシついてますでしょ。これはね、赤ちゃん用の歯ブラシみたいなんですね。こういうので少しずつ、やっぱりちっちゃい時から慣れていくと、うまく歯ブラシをしさせてくれます。歯綺麗じゃないですか。もうね、まるっきり人間と一緒なので、少しずつです。嫌がったらやめてください。少しずつ少しずつ慣らしていくような感じで、歯のデンタルケアにも努めていった方がいいかもしれません。ということでですね、今日、秋葉人と、なんて言ったっけ、この、地蔵丸です。地蔵丸ちゃんとで、お送りいたしました。ではまた、僕も映してよ、ワン！